米大、リーグエンゼルス、オリオールズ、2日、アナハイムイコールエンゼルスタジアムエンゼルスのスタメンが発表されて、大谷翔平投手は2日、日本時間3日午前10時38分開始予定。本拠地でのオリオールズ戦に2番 DH で出場する。オリオールズは今季0勝4敗。 防御率7.11の左腕アキンが先発する。大谷翔平は前カードの敵地、ヤンキースタジアムでのヤンキース戦で、衝撃的な活躍をした。28日の初戦の初回の第1打席で、いきなり、右翼席に26号を放つと、29日の2戦目には27、28号連発、 一番、投手で出場した30日の3戦目は、打者としては、初回の中日だけで、4試合連続アーチはならなかった。投手としても2、3回、7失点で降板して4勝目は上げられなかったが、かつて二刀流の元祖ベーブルースが活躍した、ニューヨークでの投打同時出場は、歴史的な偉業となった。 ラストスパートもあって、自己最多の月間13本塁打をマークして、アリーグ月間 MVP を初めて受賞。日本人野手の月間 MVP 獲得は、2004年8月のイチロー・マリナーズ、7年7月の松井秀樹・ヤンキース以来、14年ぶり3人目となった。 13日に、ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドで行われる、オールスター戦にも、アリーグ DH 部門トップ部門で全体の63%を集めて、堂々の初出場を決めた。6月を終えて、打者としての今季通算成績は、打率2割7分7厘。28本塁打、メジャー1位。 63打点、アリーグ3位。11盗塁、同級位、対7月初戦で2試合ぶりの一発を放って。救援出場月間 MVP 受賞に花を添えたい。エンゼルス、1、2、フレッチャー。2、D、大谷翔平。3、3、レンドン。四。 1>, 1、ウォルシュ。5、左ゴースリン。6、ホスタッシ7、ユージェイ・グレシアス。8、右ウォード。9、チューレガレス。投げ、キャニングイコール右オータ平ショ2試合ぶり29号で、キング独走なるか、2番 DH で、 先発出場オリオールズサワン・アキントは初、対戦エンゼルスの大谷翔平と王手は2日、日本時間3日、試合開始10時38分。本拠地のオリオールズ戦に2番指名打者で先発出場する。ここまで両リーグ最多の28本塁だ。2位のブルージェイズ・ゲレーロ・ジュニア。2は日本サリードしている。 2試合ぶりの29号に期待がかかる。オリオールズはサワン・キーガン・アキンが先発する。昨季メジャーデビューし、今季は10試合登板し、0勝4敗。防御率7。11。大谷翔平とは初対戦となる。大リーグ機構は前日1日。 同二日にオールスター戦の先発出場野手を決めるファン投票の最終結果を発表。大谷翔平はアリーグ指名打者部門でメジャー4年目で初選出を果たした。また、この日、アリーグの月間 MVP を初めて受賞。日本人野手では、日本人野手では、一郎2004年8月、 松井秀喜、2007年7月に次いで3人目の快挙だ。7月も、ースタートが切れるか注目だ。大谷翔平のユニフォームの下に隠された、筋骨隆々の秘密平然と、暇つぶしに練習してます。権藤ドウ・大谷翔平、26、の裸を見たことがある。 2017年 WBC の前年11月に行われた日本代表の強化試合。侍ジャパンの投手コーチを応接かった私が東京ドームのロッカールームを覗くと、ちょうど大谷翔平がアンダーシャツを着替えているところだった。見て驚いた。日本ハム入団4年目の22歳だった、当時のデータでは193センチ。 92キロ。ユニフォームを着ているとそれほど大きくは見えなかったが、その下には筋骨隆々の体が隠されていた。T シャツ1枚で食堂にやってきた時も、その胸板の分厚さに驚嘆した。日本ハムの関係者に、とにかくよく練習をする。二刀流ですが、暇さえあれば、 バットを振っていますとは聞いていた。一緒に食事に行った際、本人に休みの日は何をしてるんだ、と尋ねたことがある。休日ですか。やることがないんで、練習していますケロリとそういったものである。かといって、朝から晩までトレーニングをするわけにはいかない。テレビを見たり、 本を読んだりもしますけど、と言いながら、あとは結局、ウエイトトレーニングをやったり、バッティングしたりして、暇を潰していますと、笑っていた。あれから、5年弱、見るたびに、会うたびに、たくましさが増し、18年の開幕前に、 アメリカで再会した時にはもう、すっかりメジャーリーガーの体になっていた。あの頃から全く変わらぬ。鍛錬のたまものだろう。いや、本人はおそらくそれを、鍛錬とも努力とも思っていない。平然と暇つぶしに練習といって乗けるような選手である。投手と野手と,として、 人の2倍のトレーニングを日々こなすことも、特別なことだとは思っていない。そこに、大谷翔平の凄さがある。もう何も言うことがなくなった現在、アメリカンリーグのトップとなる28本塁だ。屈強なメジャーの長距離砲を向こうに回して、本塁打大争いをリードする。 メジャー一年目に会った際、投手、大谷翔平としては、高めを使うこと。逆に、打者、大谷翔平は低めを狙うことと話したことがある。投手、大谷翔平がいくら160キロを投げると言っても、それを弾き返すパワーがメジャーの打者にはある。彼らは、手が長く、 踏み込んで打ってくるから、最も腕が伸びたところで捉えられる低めの方が危ない。逆のことが、打者、大谷翔平にも当てはまり、パワーピッチャーの高めの球には、大谷翔平といえど力負けする。老婆心ながら、そんな懸念を伝えたのだが、メジャー4年目を迎えた今となっては、全く余計なお世話だった。 投手としては、低めの直球が十分に通用しているし、打者としては、高めの球をスタンドに放り込んでいる。想像をはるかに超えるスピードで進化している、大谷翔平に、もう何も言うことがなくなってしまった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。